ジョン・プリングル初代順段尺サージョン・プリングルはグレートブリテン王国の医師1772年から1778年まで王立協会会長を務めた第二代順段尺サージョン・プリングルとマグナレン・エリオットの息子として1707年4月10日にロクスバラシャーのスティッチルで生まれた1722年にセントアンドルーズ大学セントレオナーズ・カレッジに 入学した後、1727年10月より、エディンバラ大学で教育を受けたが、1年しか在学しなかった。その後、商人となるための知識を得るために、アムステルダムに送り出されたが、ライデンで、イシュヘルマン・ブールハーフェの講演を聞いて医学への興味を受け、ライデン大学に入学した、ライデン大学では、ゲラルド・ファン・スー・イーテンとアルブレヒト・フォンハラーと親しく、 なり、1730年7月20日に MD の学位を習得した。その後、パリで学業を終えた。大学を卒業した後、エディンバラで開業し、1734年3月以降は、エディンバラ大学で教弁を取った。1735年、エディンバラ王立医師会のフェローに選出された。オーストリア継承戦争中の1742年、 フランドル地方に派遣されたイギリス陸軍の指揮官、第二代スター伯爵ジョンダルリンプル付き医師に任命された。これにより、プリングルはステア伯爵に付き添って抗軍し、1743年6月のデッティンゲンの戦いにおいても戦場にいた。デッティンゲンの戦いでは、ステア伯爵に進言して、敵将ノのアイユ公爵の同意を受けた上で、英仏両軍の軍営に、 中立の野戦病院を設け、負傷兵を所属国にかかわらず治療した。ステア伯爵は同年に指揮官を辞任したが、プリングルは翌1744年にカンバーランド公爵ウィリアム・オーガスタスにより、ネーデルラントにおける同盟軍の一総官に任命された。ステア伯爵による任命を受けた時は、エディンバラ大学の教授職に留任し、講義を 代理役に任せたが、カンバーランド公爵による任命を受けたときは、エディンバラ大学の教授職を辞した。1745年ジャコバイト法規が勃発すると、本国に呼び戻され、カンバーランド公爵率いる法規の鎮圧軍二軍医として、従軍1746年のカロデンの戦いにおいても戦場にいた。同時期の1745年10月31日、 王立教会フェローに選出された。法規が鎮圧されると、再び大陸ヨーロッパにおけるイギリス派遣軍のもとに戻り、1748年秋にアーヘンの和訳が締結されると帰国した。ロンドンに定住したプリングルは1749年にカンバーランド公爵の寺院に任命され、1761年にシャーロット王妃の家政部門の寺院に、 1763年に王妃自身の1774年に国王ジョージ三世の寺院に任命された。1750年に自身の一冊目の著作である Observations on the Nature and Cause of Hospital and j a i l Fever's を出版した。同年に王立協会の学術誌 p h i l o s o p h i c a l Transactions に Experiments on Sephtech。Tech アンドアンティセプテクサブステンセスと題する3つの論文を寄稿したことで、1752年にコプリ、メダルを受賞した。同年にオブザベーションズ・オン・ザ・ディジー・ジス・オブ・ザ・アーミー・イン・キャンプ・アンド・ギャリソンを表し、ブリタニカ百科事典第11版は、この著作をもって、プリングルを現代軍事医学の創設者と評した。オックスフォード英国人名辞典によると、 この著作は戦場による疫学に関する著作としては初であり、また交差感染の予防に関する著作としても初であった。1758年にロンドン王立医師会から開業資格免許を取得。1763年にフェローに選出された。1766年6月5日、巡弾尺に除された。 1769年から1770年までと1771年から1772年までの2度に、渡って、王立協会副会長を務めた後、1772年11月30日に、王立協会会長に選出された。コペリメダルの授与にあたり、会長として、講演を行い、講演の内容は、死後の1783年に出版された。 1778年に王立協会会長を辞任したが、辞任の理由については健康の悪化と平井割りの形をめぐるジョージ三世との意見の相違という二つの説がある。同年、フランス科学アカデミーの外国人会員に選出された。1780年にエディンバラに移ったが、1781年9月にロンドンに戻り、 その数ヶ月後の1782年1月18日に、ロンドンで死去31日にピカデリーの聖ジェームズ教会に埋葬された。妻との間で息子がおらず、順断借位は廃絶した。遺産は老いにあたる第4代順断借サージェームズ・プリングルが継承した。死後、プリングルの文書集はエディンバラ王立医師会に寄贈されたが、 医師会の外に持ち出されないことと出版されないことを条件とした。医師会はこれらの条件を200年以上守ってきたが、2004年にプリングルの文書集の公開を求める裁判が起こされ、パトンジョ,キョ・アンパトンは公開すべきとの判決を下した。ジョシアレノルズによる肖像画では厳しい人のように見えたが、手紙では礼儀正しい人柄だった。音楽が好きだったものの死への興味はなく、 政治官は、ホイッ等のそれであり、宗教官では初めユニテリアン主義を信奉したが、晩年は、説教や聖書をよく勉強した。1752年4月14日、シャーロット・オリバーと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。